3、2、1。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえておりますか？始めましたよ。始めましたよ。こんにちは。いや、こんばんは。たてっちです。なんだこの始まり方。さ、どうも。これだ。こいつだ。久しぶりのこいつだ。どうも。うん、何の歌これ？これオブラディンの曲だ。オブラディンの曲だ。こんな明るいの？え？明るい？ちょっと不気味な感じじゃない？シャカ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 言ってるけど。ちょっと音、まあ、いい音のバランス、はい。声優のいそっちこと磯村智美です。さあ磯村智美さんです。はい、こんにちは。じゃあ中の下？そう。そう、僕はね、このオブラディンをやるのは、タデさんがオブラディンから逃げて3、4年。そう。2、3年前に僕これ積みまして。あ、そうなんだ。私一人配信の方はこちら事実上ですね、打ち切りとさせていただきまして、2019年の2月18日が最後のプレイですね。8時間プレイして、なので一人でやるんだったらね、うん、二人でやればいいじゃないかというわけで呼んだのがお前だ、うん、わしもでもこのゲームやろうかなって思って、うんうん、セールで買おうか迷ってた時だったんですよ。私が持ってるんですよ。なので初めて ちなみに、はい、私こうこれやりたいんだけどどうかなってわしのチャンネルでね、うん、あのシモン氏に言ったんですよ。一緒にやってる構成のね、そしたらなんかサイドが低いからダメって言われて、うん、残念サイドまあまあまあちょっと独特だね。サイドとは、うん、独特な感じだけどね。ちなみにゲーム内容は、分かっとる？推理物でしょ？そう、なんか、はい、船が誰も乗ってない状態で帰ってきて、うん、残留思念を読み取って違ったっけ？だいたいそう、その人の事件の解明をするのだ。そうそう、誰が乗っていたのか、どういう死に方をしたのか、はい、っていうので乗っていたその名簿の人たちの死因とかそういったものを特定していくゲームです。うんうん、なんかさ、あの、うん、私13騎兵防衛圏のお仕事をさせていただいてた時に、うん、やたらなんかこの作品を引き合いとしてコメントをくださる方とかがいらっしゃって、なんかそういう系って思ってたの、うん、ちょっと気になってたの。よし、じゃあやるぞ。えい。はい、伊沢さんありがとうございます。ああ、伊沢さん、積みゲーなんて許しませんよ。自分のスチームライブラリーから目をそらしながらやめときな。スチームライブラリーはね、うん、増えるもんだから。増えるもん、仕方ない。じゃあ始めます。最初から。はいはい。で、俺が基本操作をするけれども、磯の、指示で動くみたいな感じね。オブラディン号。オブラディン号。情報もとも1803年公開中に消息を絶つ。竣工年場所1796年ロンドン、800トン汽水18フィート船長、うん、アール・ウィッテレル、船員数51名、うん、最終航海の目的地東方希望号に予定通り到着せず、うん、あ、始まっちゃったで、オブラディン号が帰ってきたと、その、うん、で、そのファルマスへ出航し、査定書を作成されたし、うん、うん、あ、グーミンちゃん、うん、やめときな、本当にもう1807年イングランド、ファルマス、キュウリンゲンに誰か起こされたぜ。オブラディン、これ誰が言ってんだろうね。なんかサイコメトラーと一緒に、こう船頭さん、うんうん、今音ある？音は私に聞こえてないけど、あるマジか、喋、うん、ってる、聞こえてない。どうやってだよ。慎重にです。なんでだろうね、ゲームの音は私聞こえてないから。なんか音でもし何かヒントがあるとやばいかも。音ではないかな、こんな感じ。 3D をしないようにね。なんかやばかったらちょっと目をそらすから、うんうん、よ
なんだかんださ8時間やってるから頭の方は多分俺できてると思うのよ。うん、さあこれが、4年ぶりに急に、現れたオブラディン号でございます。オブラディン、うん、まだ何にもこう死体的なものは、うん、何にもないんですよね。死体跡みたいなのはないんだね。こうあこのピコピコ光ってるのが確かなんか見れるやつじゃなかったっけ。あ、主人公の性別ランダムなの、すごい。一応ね、あの今喋りがね、喋り声男の子だった。あ、本当、私声が聞こえないんだよね、うん、音がね聞こえないのなんか知んないけどそれなんでだろう。ちょっ、あ、遺体が、あ、なんかあるぞ。はい、なんで音聞こえないんだろう。なんかさっきだまであれだ、音楽がうんにゃんかんにゃん言ってたのにね。あ、音楽はね違った、うん、あのえコメントを見るように、うん、あ、 YouTube の音楽だったの。 YouTube の方の音楽が流れてたなんでよ。ちょっと待ってね、じゃあちょっと待ってね、こっちの音がね、一瞬よ、一瞬ちょっとねディスコードを調整しますよ。はいはい、はい、二重を用意しときなさいよ。あ、せっかく作った二重があるでしょう。え、二重必要かね。これ音切ってない、音いってるよ。あれ、なんでだろうね。おい、ダメだ、重すぎる。なんだ、無音で私は楽しむしかないのか。もしくは YouTube の方で。そうするとさ、二重に音が聞こえちゃうから、うん、後から。だって死体って荷物を取らなきゃいけないのかな。あ、この荷物ね、自分たちの声は聞こえてるからな。あ、そうかそうか、この操作するこの道具がないとそもそも操作が始められないんだな。ブック、うん、ペロ開いてみ、オブラディン号の機構、その航海と悲劇の記録、ジョブ、ふぅ、うん、ちょっとね、一瞬ちょっとまた画面がちょい、うん、ちょい、はい、すいませんね、大丈夫大丈夫、これ配信画面には載ってないから。ヘンリー・エヴァンズ、うん、そう、次ページから。ヘンリー・エヴァンズは誰。ヘンリー・エヴァンズは、うん、この僕を書いた人、僕に仕事をくれた人じゃないか。あ、僕らに。なるほど。でよいしょ、これがアゾレス諸島、マディラ、あ、こういう形にイングランドから出て、うん、こういう航路で、なるほど、うん、希望峰に行くはずだったと、うん、っていうのがまずあって、あ、でセンナイズはこういう感じですよ。一番上のさっき上がったところ、うん、全員で何人乗ってたんだい。51人。そんなに、うん、で51人がそれぞれ、うん、51人の、あ、これだ、これ、これ乗員、これが乗っていた人たち、うん、でそれぞれの人たちの安否を決定していくの。この人はどれがロバート・ウィッテルかっていうのとかそれを全部紐付けて正解すればいいと。なるほど、すごいね。でも今の書き分けがあんまりできてない絵で、うん、これよ、これねえ、なんかほぼほぼ坊主だもんねまあ横山ミステル三国志のキャラクターの名前を全部言えろって感じかなそうそう、会話からね、会話とかテキストからこの人なんじゃないかっていう想像、うん、想定して、うんうん、入れていくと、うん、でこうやってこれはまだ何もこの後ストーリーが分かってくるとこう書き記されていくんだけど、まずはこの崩れた積み荷っていうのから始まるのかな、うん、ほいほい、はいはい、というわけで、で裏表紙必要、裏表紙、まあ家にね、はい、これ、そしてこれサイコメトリー時計、はあ、メメントモーテム、はい、使用はするルナ彼、
でこれを持ってると残留視点に対して、何触れることができる。ほーん、うん、よし、見れるの。うん、これってさっきの多分これ見れるはずよ、確か。あれ見れなかったっけ、この死体。あ、これほらピッてやっと。でこの人がどんどんどん、船長開けてください、気破れ、力ずくで貝殻をいただきますよ。船長の私に逆らう者には罰をくれてやる。二人のセリフなの、ね、ドーン、あ、ドーンで殺されましたよ。こういうのが起こったっていうのが、なるほどね、うん、今こうやってわかるわけよ。でいろんな角度で、じゃあこれって射殺、うん、この人、いやこうやって見ると撃たれたのがこの帽子の人だってことが分かったよね、うん、ああそういうことなんだ、うん、そんなその独特な髪型を帽子で隠されちゃうと一瞬誰だか分かんないもんね。あーなるほど、このうんこターバンの人が、うんこターバンそう、うんこターバンねダークソウルではうんこターバン、うんこターバンね。これこの人う殺し伝わると思うわ、撃ったのが、うん、あの人で撃たれたのが、うん、うん、この帽子と帽子ハットマン、これ覚えといて。ハットマンとまあ撃ったのは戦うんこターバンね、うん、うん、そっちが被害者側かな。で、うん、そうすると今ので安否は一人っていうか、これで始まったよ。あ、違う、最後の終幕ってところからスタートなのかな。おいおい、一回やったことあるんやろ、うん、もうある、2年ほど前よ船長室の外で死体の場所と、この人物は誰、この人物はあの誰だかわかんない、あ、見ちゃったあ、再生確認しなくて大丈夫。ブックマークしてこのページにできる、この人物は確実にもう死んでるよね、うん、でこの人物の安否は、殺害、射殺銃、うん、この人で、この人物は何者かっていうのが船長だ、うん、船長って呼んだからね、うん、でこれでまず今のところこれだけだよね、はい、分かんのは。でこれがこの人は船長だろうね、船長っぽいよね、うん、帽子がね、帽子がセイロガンのマークの人と同じ帽子かぶってるもんあとうんこターバン、うんこターバンはでも死んでないよね、うんこターバン生きてたよね。そこからそこの銃構えてる人じゃない、これか、そいつよ。うんこターバンはでも生死はわからないか、うん、見てたからね、うん、でこれで今ただあいつが誰なのかがわからんと。他になんかないのかい？他に今はこの、あでもドアが開いたから出れるのかな、うん、中に入るの。このね試練の時はね開いてるところとかね、そういうところしか入れないんだよね。セイロガンで覚えるかって、ね、よし、あいけない、早速クソっちに、クソッチ面に落ちてしまった。みんなクソッチをね間違えてるよ、そういう使い方をするんじゃないからクソッチはなんかね名前のイメージで一人歩きしている。もう一回ブルラジを見て見て、クソみたいなことを言うから違うよまあいいや。あ、ここにも遺体があるね。これ音あった方がいいんだけどな、ダメかな、出てない、あのあれからだね。なんでだろうね、うん、よっ、この人の思念、どんな音が出てるんだろう。どこだ、ここにあるのは分かってる
こいつら何かもう海の底だ、奪い合いだな。そう、奪い合いをもうしちゃってんだね。あれ、それで終わり？あ、またまたここでもやり合ってやがるぜ。これは射殺された後だよね。ん、これ違うな。あれ、これでも船長に射殺されたじゃないの？人か。で、これが、これ誰？これがうんこターバンは、うんこターバンはやり合っている船長に首を切られてるね。船長肩に刺されてる。船、いや、刺さってる。これわからん、刺さってんじゃないこれ。で、これ鉄砲、あで、一旦ナイフで首を切られたのね、うんこターバンは。お出てきた。この船長室内で見つけたもの。でも死んでるのかな、あれでもう死んじゃったのかな。この人物は死んでるでしょ。首だからね、頸動脈かな。あれはもうダメよ。殺害ナイフ、ナイフで、で、多分船長無双。船長強えな。だから、まあそれは船長だから。そんなもん、うん、船長は、おっと、で、船長はこれで、こっち側には、あ、なんか誰かが、なんだそれ、誰だこれ、あ、ナイフ、ナイフ持ってる他の船員たちが、これは暗殺しに来たんじゃなくて。そうだね、とにかく船長から何かを奪おうと船員たちがもう最後反乱を起こしたってことだね。なんか貝殻がどうのって言ってたもんね、うん、貝殻、本当に貝殻なんですか。なんですか、貝殻じゃなかったらどうなんですか。貝殻っていう、もうなんか隠語です。隠語で、うん。上から覗くと、うん、でもこういまだ名前一人もまだ分からんな。そうね、名前がちゃんと呼ばれるところとかもないから。でもう一人ここに誰か死んでんだよな。あら、こんな音鳴ってる。これ磯に伝えるために、あ、ね、僕が今喋ってるだけで皆さんもね、あれだと思います。無音だからね、信じちゃうよ、うん、これ。じゃあ船長だな。また船長は今度さっき後ろから飛んできてたあの人を棒で、棒で撲殺よ。生きてるかもよ。でもこれ、いや、だって顔めっこりいってるよ。だってでもギャグ漫画ではよくあることだし。これギャグじゃないでしょ、実際。これは首こかれて死んでるもんね。船長強えな、本当に。上半身は裸だよね、うん、エガちゃんみたいな感じってこと。あ、そこにいるぞ、誰か。女の人、待った、ミイラみたいだけど。女の人、この人は誰？さあ、でも女の人は限られてくんじゃないのかな、こういうふうに見ると。確かに少ないもんね、うん、で、この人はさあ、なんだ、そうすると、うん、この人物は違うな、蹄とかあるから、他殺じゃないのか。他殺殺害、槍なのかな、あれ。槍じゃないじゃないような気がするな。撲殺、撲殺あるよ、ここに。あ、ある撲殺、うん。で、これが船長。で、そうだね、人間関係から、この辺りはまだ人間関係から追ってる。
追っていける。船長の名はモンキー・ディ・ルフィと。なるほど。で、ルフィはそんなことしないよ。ゴムゴムな。そんなことしないよ。船長これ3人やってんな。この女の人は一体誰なんだ。奥さんとかいるのかね。奥さんでもいたとしても船には乗せなくない。ちょっと待って、ここのベッドのところに行ってみよう。これが一体なのかどうかが。ただ寝てるだけ。寝てるってことだよね。3人さ、断末魔とか音が鳴ってるはずなのにさ、グーすかグーよ。ねえ、お、これも新しい死体だな。こう入ってきて、ここでさっきのハゲがやられて、新しい死体がここで、あーね、死んでるわ、女の人。老衰じゃないですか。老衰、でも寝て、これ寝てないだろ。すでに死んでたんじゃない。アビゲイル。アビゲイル。アビゲイル。お前の兄よ。我が友を。私は撃った。殺してしまった。あ、じゃあさっきの、これは船長のことか。船長のことかからへん。お前のもとへ行こう。アビゲイル、すぐに会える。ああ、なるほど。自殺、自殺じゃ、船長は。どうか許してくれ。でもアビゲイルは奥さんかな。多分あそこのベッドの女の人がアビゲイルだ ね。あ、ドーンって撃った。自殺。うん、これ船長はもう自殺だね。で、アビゲイ、この人はアビゲイルだね。うんうん、船長自決でアビゲールの、あ、お兄ちゃんを撃った。さっきの一番最初の人がお兄ちゃんってことだね、うん、お兄ちゃんってことだね、うん、でこの人はよいしょ、あ、まだ調べ終わって、調べ足んないのかな。これがアビゲール、あ、こいつのお兄ちゃん、あ、そうか、アビゲールで調べて、兄ちゃん、その名、同じ名字を探せばいいってことか。ああ、なるほど。確実に入れていかないと、後々大変なことに。そうなのよ、それで俺積んだのよ。あ、そんなことになるの、うん、適当にやってるとダメなの、ね、さらさらとやってたら。この人物は船長、うん、身元の特定は可能、開示届と指揮を用いて情報を収集し身元を推理、船内に残された残留思念を懐中時計で読み取り、人物の外見行動、他の乗り乗員乗客との関係などを探る。指揮の船内図、名簿スケッチ、会話の記録から氏名、外見、職名、他者との関係を特定。オブラディンゴ60人、50何人じゃないじゃんか、60人じゃないか、全員の身元、決定的な情報を見つかるのはまれ、時には不完全な情報をもとに推測、まあね、うん、暫定交渉書みたいなことをして ね、そうだね、変えてって。この人はロバート・ウィッテル船長で、自殺10、これはもう確定でしょ、うん、確定情報だねこれ、うん、この情報は正しいという確証はないけど、うん、性非安否は3件、あ、3つぐらい、うん、3つぐらい入れとけ、うん、うん、身元と安否情報を特定する。で、もうこの友、ちょっと待ってね。寝てた人はアビゲイルだろ。アビゲイルだろ、あいつは。ちょっと一旦ここから出て、寝てたっていうか、死んでると、お前のもとにだから死んでるんだよね。ただ、なんで死んだのかがわからない。もうすでに死んでたっぽいよね、うん、さっき見たのは。そうね、1、2、3、4、
この人物ちょっと待ってね、2、3、4人、4人、よいしょ、ちょアビゲールの死体を調べよう。こちら、うん、それ音がないのがすごい、どうしていいかわからん。マーティン船長はどこ？そうか、男の人の声と女の人の声がこれで聞き分けられるんだね、本当は、うん、早く船内へ、夫に会わせて。マーティンどこにいるの？甲板下です、こちらへ。あっ、落っこってきたタコじゃん、タコ。クラーケン？ね、え、そんなタコに殺され、え、タ、え、タコが柱をドーン、顔にバーン、まあ、事故ですよね、言ってみれば。え、事故なんですかね、分からんけど。あ、新しい人が、うん、これさっきの喋ってんのこっちじゃないの？いや、あ、女の人が結構いるな。なんか、あ、ちょ、待って、体が半分になってる。でも入れ墨があるぞ。あ、こいつは分かりやすいね。あれ、こいつはさっきナイフをかぶってかじって船長室に入り込もうとしていた、あの人か。で、今の事件があったのが破滅の章。破滅はでもなんかもうクラーケン出てきちゃってるからな。船長室内、この死体は死後に移動だと。この人物はアビゲール。あれ？なくない？ウィリアム、アビゲール、アビゲール、アブラハム、アビゲール、アビゲール、なくない？あ、リハン、ホンリ、自転車、アビ、もしかしたら、ラウ、ジェーン・ハード嬢、エミリー、アビゲール、いた！あった、いた、いた。アビゲール。で、これは、王子かな？え？お？え？違くない？殺害。足？怪？怪物？違うな。あ、ほけた？ほけた？ほけた。怪物による足？違うな。恐ろしい怪物じゃないな。違うよ。ちょっと足じゃない。足。こう、これは落下したホケタの下敷き。下敷き？落下じゃないね。落下じゃないんだよな。落石。荷物違うな。もないし。トゲじゃないよね。射殺でもないし。捕食？何だろう、食べられているの？撲殺？撲殺じゃないこれ。怪物に、恐ろしい怪物に撲殺？に、日本語としてどうなんだい？まあでもそうなのかな、どうなんだろう。で、ウィッテレルっていうのがお兄ちゃんがいるってこと？お兄ちゃんがいるってことだよね。で、この場所っていうのはここからここで死んでここに移動したと。逆か、そうだ、表から。で、え、プルプルしてるけど大丈夫？ちょっとお酒飲めば大丈夫。プルプルしてるけど、このあれは簡単そうだな。体切断してるしね、体。おっと、まだなんかスキンばっかだな。ウィッテレルは船長。スペースダクション。
なんだこりゃ。時を戻そうって感じ。アクション。アビゲイル船長の名字に変わっちゃってる。なんだこりゃ。なんかね、ドーンドーンっていう音とともに何かの能力を俺発動してるみたいなんだが、何の能力を発動してるのかがわからんのだよ。あれ、いけないいけない。使わなくていいんじゃない使わなくていいんじゃない。あ、撃とうとしてるな。銃、何かがハイライトされてんのかも。あ、人はもう食べられたでしょ。これを、あ、うん、こうやって時を戻そうみたいな。ああ、そ、あの食べられた人へのところへ私を連れてくれるのね。残留試練ちゃんが能力を使うことにより、うん、あ、ここで見ましたよと。ああ、シルエットで、これを何が起こったか見ることができる。アビゲイル、アビゲイル、さっきので合ってんの？合ってないんじゃない？ホケ、嘘、ホケッタで足で割ってる。おー、もうこれ完全にやられてますね、うん、ちぎられた、ちぎられた、ちぎられた、うん、うん、ぶっちぎられたね、これ。やだなこれは。なんかハゲ多くね。多いってよ、さっきから言ったじゃん。だから坊主率高いって小峠さんが多い、うん、おし、あれ小峠、あ、そうか、小峠ってあの人か。この人さっき、あ、この人船長の右腕っぽい人ね。うん、ビルクハットマンが何これ、鉄砲飛んでっちゃった。いや、あ、投げてもらってんだこの人に。なるほど。帽子か、わしが打つ、そう、わしに任せろ。ハゲ呼びましたか？ぶっちぎりだぜ、唐突なことを。もう一回アビゲイル、え、もう一回アビゲイル。なんかさっきの大丈夫、ね、この人はとりあえず殺しだけ、なんだっけ、怪物、身体切断だよね、怪物に、まあ、怪物に、この人物は恐ろしい怪物に。で、ちょっと震えてる、うん、これもなんか帽子かぶってる人はちょっと偉そう。これはヤギ、ヤギかな、ヤギだね。止まった、まだ死ん、すげえ死んでんぞ。まあそりゃこんなのが出ちゃったらね、うん、すごいね、もう体が、方向がすごいテクニカルなシェーをしてるよテクニカルシェーって、テクニカルシェーですよ。でまた次のさっきの、うん、うわん、ねじ切られ、あ、あ、ひつ、ヤギが、お、お、ここの上だ、そこじゃ。で今度この人がどうされたのかを見ていくと、でもこれモブすぎちゃってさ、アビゲール、アビゲール大丈夫、アビゲールちょ直すわ、これ。ノーノーノー、わー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 、こんな感じで音が流れてるのね。しっかりしたー、今助け、投げろ、早く投げろ、うん、ええ、これ何、爆発、誤爆、誤爆、いやでも
いや、これ爆死？誰か爆死してますよ、これ。これなんで爆死したんだ、この人。なんか、タコに罠を仕掛けようとして失敗したんじゃないのか。なんかここでみんなで、この人、まあまだ入れ墨さんが存命だった時か、うん、この人なんか、ああさっき、下にもいるぞ、うん、あ、入れない、奥は見に行けない。ああ、この帽子かぶってる人たちは偉い人で、かぶってなかったり裸は兵隊みたいな感じかな。爆死は盾さん、うるさい。アビゲイルを直そう。気になって仕方ないやんけ。うん、まずこれアビゲイル、他にアビゲイル、ウィッテレルでしょ。ウィッテルだ、いいのか、うん、アビゲイル、やっぱ奥さんだから、うん、ホスカットウィッテレル、あ、もう一人ウィッテルいるよ。いた、え、ほら15番目、オーラス、あ、違った、オーラスビアテル、ね、ビアテルだった。アビゲイル、ホスカット、ウィッテレルじゃん。うん、ホスカットって言うんですよ。ウィリアム・ホスカットで、スコットランド人で、この人もスコットランドだ。お兄ちゃんか、そいつが。で、これ、あ、撲殺じゃなくて、これがなんだっけ、柱、足圧殺。あ、これってラッ、なんか違うような気がするんだよね。難しいよね。撲殺で一応怪物にしておこう。で、最後の、なんだっけ、最初に歌、この人が、なんたら、うん、ホスカット、うん、ホスカットさん。うん、これで、この人は確定じゃないか。OK、正確な安否情報。うん、あ、確定したんだ。これは、うん、あ、オッケーオッケー、うん、はい、確定、オッケー、はい、アビゲイル確定、よし、ドゥンツッドゥンツッドゥンで3人オッケーよと。ガチャ、まだまだ先は長いな、うん、あと57人だからな。この爆死してんのが誰だ、誰だ、これただこれ事故なのかな、わかんない、何なのこの線は。ボーンって爆弾、この線何よ、なんかが集中線、いや違うでしょ、命綱みたいなことでしょ、こっちの人につけてんだから。そうね、柱と柱の間に紐張って、うん、そこで体は、ん、命綱なのかな、ね、うん、まあ、いや、命、あ、落ちてる、一人、この人も誰だお前は、なんかチョロケみたいな、チョロケターバン、よがってるよがってる、これで、この人が存命の時の、うん、存命の時で、もう、あ、でヤギ、ヤギで一旦出るか、うん、そう、当たると清書されてくんだね。で、この人物とかがと、ああ、なんだっけ、ちぎられたっていうのは書いたっけ、書いたね、書いたけど名前が分かんないから清書されない、ね、うん、よっ、ああ、また死んでる、ミニョ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 、何があったんだ、
ガラン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 、大砲がこっちへ、船が傾くぞ、足を確保しろ、事故ですかね、これは、うん、これ事故ですね。あ、悲しい事故だ、これはもう事故、船が傾いて事故、このちゃん結構出てくるな、うん、ね、うん、登場人物の中では結構重要そうな、うん、これは初めてじゃない、この人、うん、あれこれもう顔がないから分かんねえ、お前誰だよ、分かるぞ、あ、シルクハットマン、あ、これ怪物の襲撃受けてるね、タコが、タコの足が外にある、うん、分からんな、この人、みんなさ、ちょっと顔が似てんだよ。かき分け、かき分け、うん、だからこれぐらいさ、あの、うん、分からないっていうか似たようなところからはっきりくっきりさせていく、そう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 、これこの人は足大砲、なるほど、だよね、で、うん、誰だか分からないが、これ以上の情報は入れられんと、結局みんな分かんないんだよ、名前が、うわ、びっくりした、めっちゃ指触れてる、うん、ガク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 、ドーン、またなんか変、あそこに残留思念みたいなものが、おや、はい、あ、この人か、うん、顔がない、うん、この人に一体、いや、この人の、ピョン、連れっておくれ、あの人のもとへ、フォ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 、ここで死んでたよ、いや、そう、それは、うん、そうでしょうよ、で、これをポチってやることで、うん、この人が一体どういう死を迎えたのか、うわぁ、うわぁ、音が聞こえてるのか、消せ、どうかせよ、音がないから本当なんかよくわかんないな、本当にその盾地の演技を信用していいの、信用してくれ、分かった、あのプロパティがなんかでさ、ディスコードの音がゼロになってんじゃないの、いや、なってないよ、サウンドのなってない、なってない、ミュートとかになってないのよ、あのちゃんとあるよ、なんでだろうね、不思議、ちょっとなんでだろう、キューボ、あの今から磯村家に行っている方はキューボです。PC に明るい方、こうではないかという、うん、大砲、そうだね、大砲の誤爆、誤爆、タデさん、まるで初見かのようなリアクション、そうでしょ、人間で不思議なもんでね、リアクションなのか覚えてないのか、どっちなの、うん、忘れてるんだよね、もうこれ大砲の誤爆、誤爆なのかな、だ怪物がさ足やってっから事故だよね、ゼロ距離で大砲撃たれてるんだよね、今ね自分の設定を見てるから私見てなかったね、うん、サウンドの、サウンドの、右クリック、サウンドの、でも普通にさ、タテッチの声が聞こえてるから、ディスコードのライブの方で、うん、ライブの設定ない、射殺、大砲、ライブの設定なんてある、はい、ライブの設定なんてある、ある、な、ないのかな、ちょっと待ってね、それやってていいよ、うん、このチームじゃあライブの設定を私調べるね、うん、ライブの設定頼むわ。ディスコードライブ、2人いた、もう1人したい、あ、はい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 、いた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 、やべやべ、どんどん情報ばかりが増えてって、情報型だ、うん、ダメだダメだ、2年前思い出す、2年前そうやって積んだんだ、ブロック機能やってないけどな、
じゃあ弾込め、手動で狙え、水平に構え、砲撃用意、うわ待て、撃つな撃つな、ないなぁ、ごめんね演じさせといて、ほんとよ、ごめんね、怪物になったな、今音を出すことにちょっと、これは怪物扱いになるのかな、うん、怪物扱いでいいと思うよ。あ、この人ちょっと発言からいると 報酬みたいな、タデッチ劇場、怪物が原因だけど原因は着火した人とかある、足かな、あ、怪物が撃ったわけじゃないので難しい、そうか、怪物が撃ったところわけじゃないのか、この人は、この人なんか、結局音はね出ないんだな。死体の場所、この人物は足、大砲に押し潰されて死亡で、この人、この人物、顔がどのスケッチでも不鮮明、身元特定必要な情報がまだ揃っていないため、揃ったらもうちょっと濃くなるのね、うん、そうだね、この人物は正確な安否情報を特定し記録することはできる、ただし顔がわからないので氏名の特定は困難、引き続き慎重に調査してね、なるほどね、撃ち殺され、怪物、これ怪物に撃ち殺された、大砲で撃ち殺されたんだけど、この人物誰よ、残留思念、この2、さあ、うん、乗客のおばちゃんみたいな人いたじゃん、うんうん、女性少ないからなんか女性埋めてくっていうのもありだよね、そうね、それはあり、あ、ちょっと待てよ、うん、これさ、看板主、看板長とか四等航海士、看板長がしと看板主なんじゃない、なんでここに、だって甲板長と甲板主って書いてあるって、その場所はここよ、それはただ単にあれじゃないの、役職名なんじゃない、お部屋の割り当てじゃないの、そうなのかな、待って、例えば仮にね、この人を甲板長としましょうよ、うん、特定するには情報が足りない、待って、だってさ、じゃあその上がさ、客室になってるんだよ、だって、絶対部屋の割り当てだって、それじゃあ一旦待つか、うん、だと思うけどな、でもこれで見る、だってそのほら上のところ、ほら客室、教室、客室とかになってるからさ、部屋割り当てなのかな、部屋割り当てだと思うんだよね、近くで死んでたからってその人ってわけじゃなくない、そうね、マップも結構重要、もしくはその配備された場がここに配備、砲列甲板なので、ほらだってここは部屋じゃん、うん、船長室って書いてあるけど、ここはあの職名なんだよ、甲板長、甲板主、士官候補生、厨房主とか三等航海士で、ここはまた部屋なんだよね、で乗客診療所とか作業室で、やっぱりここだけがその人が行きなさいよって書いてあるとしか思えないな、仮置きを焦ると迷宮入りする、なるほど、
やめとこう。俺はそれで2年前迷宮入りしてるんだ。ほら。あやべえ、また打ち切りになるとこだった。とりあえずさ、うん、なんか死因が分かる人をじゃあ埋めていきますか、うん、もうこの人の死因はもう分かったでしょ。この人足で、この人はこれは怪物なのかな。いや、この人さ、あれよ、このあとさ大砲で撃たれたんだよ、ドーンって。この人死んでれば大砲で撃たれて、ああ、うん、後ろの人はこの人は潰されて死んでる。そ、いや違う違う、この人はゲスを引っ張ってる人、ゲスを引っ張ってる人、なんかセクシーな感じで寝っ転がってる。なんか隣の人もセクシーよね、うん、ダンサーかしら、親父ダンサーズじゃない。これをタコの手を振り、一緒に引っ張って取ろうとしていったと。あれだ、なんか踊り食いとかでも吸盤すごいって言うもんね。大変だよ、吸い付くんでしょ口の中。あ、そうらしいね、踊り食いってやったことないからな。それがいいらしい、ね、あの大きさよ、あの大きさで来るってことは相当な吸盤力だよ。やばい、部屋じゃないかな。仮置きは、タテさんの推理の基本は仮置きですからね。イソッチの勘は鋭いよ。それで仮置きでね、すべてをね。骨があるよ、骨があるよ、骨があるよ、そこに骨があるよ。これ見てないっけ、これ。見てない？見た？あ、見てないかも。ほら。あれ、見たよ。みんなドーンじゃん。みんなドーンのやつね。あ、これ見たわ、見た見た。8章以降はオブラディンゴには乗っちゃいけないっていうことだね。7章あたりから。さっきのおばさまは？おばさまたちがと出会うためには、これはまた今現実世界に帰ってきてるのね。うん。よ、じゃあ、あー、新しい死体。あー、なんかすごいよ。ハエが、ハエブンブン。No. 大丈夫か、ひどい切り傷だ。刺されたの、置いてか、しっかりしろ。俺がついてる。ピーターの福野さんに伝えて、僕はピーターを助けた。自分で伝えるんだ。ブレナン、いいよ、どうなるね。あ、でも名前結構これで、ピーターのお母さんがいるんだな。こう、彼は、うん、またブレナンって誰？ブレナン、もう一回、もう一回、もう一回今の演技。うん、また僕はピーターを助けようとしたんだと。でさらに死んでる。ブレナン、ブレナン、医療用具を早くと、うん、ブレナンは別にいる。あれ、このおじいちゃん結構重要人物っぽかったけど、この帽子2人死んでんな。はぁってやってるけど、これ。あ、これうんこ。あ、どうしたんだ。あれ、これ聞いてるってことはさ、はぁって聞いてるってことは、これブレなん？なわけないでしょう。あれ、え、ああ、ブレなん、ブレなん出た、来たー、ブレナン。ご飯みたいな感じでしょ、つまりは、うん、あ、そんなことないのかな。誰でも、誰でもいいのか、近くにいたら、うん、持ってこいっていうことだよね。うん、士官候補生の室内、まあ、あ、士官候補生の中の誰かが亡くなったんだ、うん、これ安否は、この人はなんで死んでんだっていうのは分からんのよ。が戻る、うん、で、そうするとよ、他に先に死んでいたこの人のところによ、このし、ピーター、ピーターとブレナンっていうのは名前が出てるね、うん、僕はピーターを助けようとだよね、確か。うん。繊維名簿見てみたら、ピーター載ってないの？ブレナン、うん、読んだ？だよ。おい、何をした？おい、何をした？え、
僕撲殺。あれ こいつやばくない？やばいね。このうんこタワー、うんこタワー、うんこタワーやばい、やばくない？こいつやべえな。あ、待って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 、銃を持ってる？この人の顔が吹っ飛んでる。銃で撃たれた。こいつがこのおっちゃんの頭を銃で撃ち吹き飛ばして、うんこターバンがお前って言って殴った。そんな気がする。うん、で大石のやつ、あ、大騒ぎだな。あ、背中刺されてる。刺されてんな。誰に刺されたんだ。ナイフで刺殺じゃない、うん、これは。だからこっから逃れてる。でもうんこターバンじゃないな。うんこターバンは止めようとしてるように考えられるんだけど、まあちょっと表情があれですからね。この人物は分からんが、これは撲殺？撲殺かな。でも変だな。でも死んでるかどうか分かんないか。でもそうか、やめとこう。とりあえずやめとこう。居合わせた人はで、うんこターバンで、この人はナイフで刺されてったよね、背中を。殺害ナイフじゃないで、誰かかわからない。で、おじさん、あれ、おじさん顔吹き飛ばされちゃった。おじさん、あ、その、はい、進んでた。すぐ隣だよね。で、このおじちゃんに一体何が起こったのかを見ると、そのこの3人が明らかになりそうな予感がありますか、うん、そうささやくのよ、私のゴーストが。船長は信用できねえ。うん、何か考えたも船を乗っ取って東へ向かう。あの気色悪い魚と貝を売りさばくんだ。え、あ、誰かいるのか。反乱だ、反乱だ。あの死に目、なんだよ、やめろ、やめろ。バーン。なんだよこれ、もう何が起こってるの。これは小競り合いをして、反乱だ。ん、銃だよねこれ。うん、これは反乱、この人が反乱を起こそうとしたのかな。銃でドーン。で、新入り目って言って、この人が反乱だって言ったんだ。で、おじちゃんに刺さって声が分かんないからさ、私さ、本当にどっちがどっちだか音がなくてさ、分からんのよ。ね、この船を乗っ取っちまおうって言ってんのはね、年老いた感じの声だったから。なるほど、じゃあこっちの人か。うん、で、反乱だっていうのを言ったら、声かなり重要じゃんか。やばいぜ、これすごいハンデやで。だから俺の迫信よ。本当にそれ信じて、信じてみんな言って、迫信だなとは思ってるよ。磯に言ってちゃんと合ってるよって、あのちょっとここが違うかなっていうところがあったら。このチーム船長は、このチーム上の階級の人なのかな。やっぱ声聞こえないのは辛いのか。なんで聞こえないんだろう、変なの。おかしいな。だな、ミュートにもなってないし、なんかあのモニターのあのスライダーもちゃんと 100% なんだよね。なんで来てないんだろう。じゃあちょっとそっちのあれを調べようか。まず射殺、銃で射殺された。うむ、だけだよね。うん、
ウィリアム・ホスカットいた？一等航海上ナイフ、ああなるほどね。ん？この人だいぶ鮮明になってきてるよ。ウィッテレルって書いてあるよ。ウィッテレルって書いてあったの。ロバート・ウィッテレルにナイフで殺された。はいはい。ブレナン。ちょっと待って。ブレナン。ブレナン、ブレナン。ブレナン。いないね、ここには。ブレナンいない。ブレナン、ブレナン。ブレナン、ブレナン。ブレナン、ブレナン。ブレナン。いない。ブレナン。いた！ヘンリー・ブレナン。イングランド、カンパン員。違くない？違うな。まあ、あんまり、この、あの、不明。この、あ、ブレナン、これ、また、能力を使い、新たな試練に。まあ、このガンガン言ってる音も聞こえないわけだね。うん、聞こえないのよ。無音なのよ。あ、さらに死んでる上で。あ、死体。何やって。え、何が起こってんだこれ。反乱が完全に起こってる。YouTube にも音来てる。通信ちょっとね、確かにね、ちょっと微妙なところは。画面共有を利用している PC にステレオミキサーがついてない可能性がある。俺の問題？うわあ、おら、行かせろ！ああ、銃ですね。この人は。お母さん？お母さんやるね。お母さん。お母さんに撃ち殺された。やべえな、これ時系列がまたこれでバラバラになったっぽいな。ぐちゃぐちゃに。さっきの士官室での反乱から、船長が撃とうとしてる。船長が撃った？これか。これは？いや、船長撃ってないな。撃とうとしてるだけか。ちょっと待ってね。今このゲームがウィンドウモードにできるかどうかを、この人は射殺されただけね。よ、お母さんに射殺。お母さん、うん、お母さん、お母さんが誰かな。わかんないな、さすがに。こっちのお母さんに射殺された。女の人はもう他は何人いるんだい？性別は書いてねえからな。名前で。いける？そんなの。わかんないけど。じゃあ、ここでエスケープ、あれ？ぽわーん、魂よ。戦士たちの魂が。あ、この場に。この人は、おかんが、次はこれで全部です。行かせるか、それは最後のボートだ。ポール、危ない。おら、おら、かくまわん、行かせろ。やめて、声の違いが分かんないよ。
うらくそ。あ、でもなんかポールを助けようとしようと、うん、しようとしたみたいなこと言ってたよね。ポール、これがポール、これポールかね、ポールのお母さん、これさっきすごいショットを見せた、うん、で、いやこれポールじゃん、ポールだよねこれは、うん、でポールはもうポール入れていいんじゃない、で同じ名字の人を、お母さんなのこれ結構これおっさんよ、それはあのこの先生の描き方じゃないですかこれはお、あのね、弟っていうかあの奥さん、あー、文庫ターバン、すげーターバン、まだ船、お、これは、あ、船長も来た、船長は銃持ってわーって言ってる、威嚇射撃をしたのかな、そうじゃないかな、このひ、この人がポール、ポールじゃないの、ポール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 ないね、ジェーンバート城全然わかんない、試合糸弁だ、あ、いたった、ポールモス、ポールモスがいるよ、ポールモス29、いポールモス、またポール他にいない、ケッ、ピーター、チャールズ、オミット、リ、ハン、リー、ウェイ、マバ、ルイス、ポール一人だね、ポールいいんじゃない、うん、ポールは、視察、自殺かね、殺害、ナイフじゃない、剣、そうね、 で誰だかは分からん、モスがもう一人いるかどうか探してみ、ポールモス、モス、じゃあってここでモス、モス、モスがいたらおかんやろ、おかんバーと、モス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 、あ、いった、あ、ポールか、ポールモス、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 ウェイ、モス、マバ、モス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 いないじゃん、モス、おらん、モス、おらん、お母さんじゃないのか、あれ、おかん、ちょっ、おかんよね、これは若くないな、おかんだと思うんだけど、おかんだけど名前が違うのか、うん、でもお母さんと船乗るかな、親子で、 あの例えばお母さんは食事を作り、彼は、うちの子そろそろ就職したいんですつって、あれ腕がなくなってるこの人、おかんも一緒に船に乗るからっていうこと、じゃあおかんが先に働いてたところに、ああ、うちの子も一緒に、うちの子もって、船乗せてあげてくださいって、ちょっと他の会社落ちちゃってみたいな、お母さんのところで一緒に口利きしといたからみたいな、嫌だなそれ、生きるためよ、話せ、下ろせ、落ち着け、ひどい怪我だ、もうイカが、フランス野郎は無事か、イカは消えた、あんたの助手は八つ先に、クソ、あの怪物を倒したのか、一体どうやって、嵐が収まったら帰ってったよ、船長は倉庫から上がってきて追い払ったとさ、いいから休んでろ、あの手の呪いは自然に溶けはしない、死んじゃったのその人は、フランス野郎、うん、あのフランス野郎は無事かで八つ咲きって言ってたから、 あのまさか2つに割れてた人かな、あれ二咲きじゃない、二咲き、八つ咲きではない、そういうこと、あれフランス野郎、まあ、入れ墨入ってる人じゃなくて、この人
ットは腕ちぎられた。フランス。これは顔反乱を起こすしたおじさん、おじいちゃん、フランスロー。このゲームは実況者によってつけるあだ名が千差万別で楽しい。みんなあだ名でやっぱ呼んでるか、フランス人がいるかどうか、うん、フランス野郎ね、ね、うん、1人しかいないかもしれないよ、うん、繊維名簿ね。モスママはどうしたんだろう。待て待て待て、まずちょっと待って、一旦これここから出てって、繊維名簿、フランス野郎は八つ咲き、おった、これか。フランス一人いるね、チャールズマイナー。他にフランスがいるかどうか見てみましょう。イタリア。いなかったらもう特定じゃない。特定？フランス野郎。あ、いない。あ、いない。じゃああの人じゃん。ちょっと待って、八つ咲き？あれ二咲きじゃない？そういう問題じゃなくない？八つ咲きでいいんじゃないあれ、え？ちょっと待って。これこの人、うん、フランスっぽくないけどね、うん、フランスっぽくないな。待って、そのさ、君がこのさ、ちょっと前のあれなんじゃないの、この章なんじゃないの、8章とか7章なんじゃないの。あ、これもう一個前だな、これ7章か、7章で8章で、ね、今の人9章なんだよこの人。なるほど、そんな前じゃないと、その近くなんじゃないかなと思うんですよね。でもとりあえず死体を全部見れるやつをどんどんこれは多分死んでんのは分かるんだけど、これ分かんないよ、切断なのかな、身体切断、これ化け物かな、怪物は、いや分かんないよ、何かに挟まれたのかもしんないよ。そう、そんなのある、あるある、引き出すためにもう切断するしかないとかあったかもしれない。あ、そういうこと、でこれか、これその後背中、あれ背中刺されたのはもうこの人だって、その顔を撃たれた人は別人、うん、撃たれた人だと思う、これ船長のお友達だよね、アビゲールの、うん、お兄ちゃん、アビアニ、お前は誰やねん、ああ船長、船長が追っ払った呪いよ、決めつけの盾っちのストッパー、思い込みのイソッチ決めつけの盾っちのストッパー、おーイカって言ってたよね、言ってたよね、あイカにやられたってこと、うん、でもわかんないじゃんイカが何かを倒した可能性だってありますか、が姿を出した、あ、おかんと、どっちかもんだ、おかん4人、この4人が失踪者としていない、なるほど、うん、でちょっと待ってね、これエスケープキーをしてモニター、あ、なんだこれ、あ、色が変わった、どれが見やすい、 LCS 私よりもあれじゃないのかな、配信側の、そうね、これがいいかな、これちょっとこれと LCD ちょっと、あ、なんか酔うな、これさっきの色にしようよ、やっぱり、ちょっとよ
よいしょ。これ出力縮小位置ってなんだこれ。あ、痛いな。痛いよ。シャープ。あれ、なんだこれ。シャープ。全画面。やめてその小音量っていうのを変えてみたらどう？音声の出力のところ。めちゃめちゃ聞こえるよ。これ最大。私最大はでかすぎないか。中で。全く聞こえないからな。でも。ちょっとまあ。何なんだろう。ちょっと一旦いじります。これは大丈夫。あのあれ映ってないから皆様には。はいはい。ね、今ねちょっとディスコードをいじって配信のフレス。音声ライブなんでだろうね、うん、これ画面あどうあ違うこれだね俺の顔が映っちゃうやっと画面を共有ウィンドウ変更出てこないんだよね。なんでだろうね。わかった、わかった。これ。あれ、アテッチの側の問題だった。いや、もうこの配信するのをね。はい。ね。はい。配信画面をちょっとみんなすまん。これをどうやんだこれ。これを切り替える。みんなすまんすまん。音を変更あ大丈夫です。音が鳴ってもきっと縦地劇場は聞こえる。みんなのためにやってくれるはずだ。そうなの？わかんない。画面でスクリーン1か2、1すまん、やはりわからん。変更今日はもういいですよ。音これで仕方がない。仕方俺なのかな。よし。いやでも私の方はもう何も設定がないからな。ちょっともう一回画面を今度はちょっとコメント読めるようにして、よし、はいはい、オッケー。誰が喋ってるかがちょっと分かんないのがちょっとハンデですな私。まあまあ僕だいぶ役演じ分けてるんで。フランス野郎3年間だけ待ってやる。リソのところにな、どうやって音を届ければいいかな。あ、スカイプとか。ありがとうございます。アデッチ頑張れ。ののちゃんやめな。サマーセール始まってんだから。終わるよ、もう。もう終わる。終わったよ。うん、もう終わるよ。血がポッタポッタ。これはでもさ、この人はなんかあれ開かない。あ、いたいた。この人は見た。あ、うん、飼いの人か。見たような気がするね。この人関連す、はい、背中をナイフで刺されて僕はポールがうんたらかんたらだよね。ポールを助けようとしたんだ、うん、難しいよこのゲームね。情報量が多すぎるのとね、脳みその処理能力が追いつけなくなってね、うん、積むの。わかる。あとなんか書き分けができてないからさ。こだわるね。誰だよってなる。あのもっと特徴をさ、 あそこになんか骨は ある。その骨は。うわっ、もう音が来てるんだ。ブリブリブリ。何がブリブリ。ブーブーブリ。なんだよ。ブギられてる系の音か。いや、ブリブリって言った。おならもブビって言ったし。そう。うん。ここで用を足してたんだよ、この人は。
あー、そういうこと。あ、なにこれ、ES。 ES 普通の人じゃないじゃん。 ES ってイニシャルが ES よ多分。だから、うん、ES を探したらいいの、ES、エリックスなんとか。これポールだよね。 ES、うん、ES さん、 ES さん。ちょっとこれ画面のまで、うん、あ、そこに、お、待った、ここでなんか2人いるぞ、寝てるぞ。足だけだな、なんか寝てるぞ。ああ、まあ寝てる寝てる。44番、これも関係ありそうだな。44番ってさ、あの名簿の番号なのかな。これはすごいわかりやすい。絵師だよね。そうだよね。選手部分で ES さん、 ES さん、うん、ES さん誰だろう。この人物は E、 エドワード S、 違うな、 S、 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 スミス、 E、 マーカス、だからな、 S、 S、 セフト、 E、 俺こっち、 E、 S、 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 スプラット、エドワード、エドワードスプラットは、他にいるかちょっと後でか、うん、もう一回見ておいた方がいいよ一応。怪物に圧殺された。うん、で、ES、ES。画家で ES で、画家って書いてあるもん。いないな。やっぱあの人で決まりかな。うん、もう確定でしょ。44番、ルイス・ウォーカーって人がいる。うん、E じゃないよね。L だよね。うん、ルイス・ウォーカー。イングランド、あ、44番ってさっき言ってたからさ、44番は。ああ、ルイス・ウォーカー、あ、なるほどね。 ES はいないかな、うん、あとは。そうだね、これはこれって確定でいいと思います、うん、ハンモックの持ち場の番号か。なんだこれは、この少年は。あら、思ってる。皿持ち少年とちょっと偉そうな、食事を運んでるのかな、うん、食事を運んでるね。そしてゴーン、お、なんか食べてる。ゴーン、みんな和やかなところでまずエドワードさんはやられてしまう。あ、上の方に、タコに、イカに、イカ、イカ、タコ、イカ、あれ、あ、あ、どうしたこれは。船酔いか。船、ここでこんなとここまで来て、第7章ぐらいの事件で来て船酔いかい。たまりにたまって船酔いよもう我慢できないよ、船員無理だよ俺、克服したと思ってたけどダメだったよみたいな。あ、一体酔ってる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 ね、めっちゃ酔ってるよ。俺も乗せろ。てめえはダメだ、デンマークやろ、デンマークやろ、デンマーク、あ、デンマークが、二人の喧嘩はやめろ、いいから乗れ。お前は兄貴を殺して忘れると思ったか。あれは事故だ、ロープが。あ、なんかあったね、こいつのせいじゃない、俺は見てた、嘘だ、もう我慢だろ、誰のセリフだよ、やめろ。僕はえ、もうが、ん、ピッチ盛んだな。これどっちがデンマーク野郎だ、こっちか、デンマーク野郎、どれよ。あー、この人は違うっぽいな。これあっちゃーって見てるだけだな、うん、もうが、これがデンマーク野郎かな。乗れって言ってたから、乗れって言ってたね。お前は兄貴を、兄貴を殺した、ロープがどうのこうのっつって、うんうん、ということは同じ姓の人が、この人と同じ姓がいるってことだね。2人デンマークを見てみれば、まず、うん、まずデンマークがこいつとして、これが兄弟で、多分この人フランスっぽいな、黒人だから、シエラレオネとかそんな感じ。うるせえ男梅食ってろ、決めつけいくない。こ
この人まずうるせえデンマーク野郎。デンマークは何人いるか。あ、いたいたいた。デンマークラーズリンゲ一人だけ。でもお兄さんがどうだろうって言ってたからもう、うん、このぶん殴った方がお兄さんうんたらだから同性がいればってこと、うん、セフ・ウォルズ・マッケイ・ドルトン・パスクワ・ジャクソン・ブンラン・イトペン・チョウ・ホクセン・サーティ・ダール・キャリカン・アンダーセン・ジェームズ・ニルロイ・ピーター・ミル・ハース・ブ、うん、全然わかんない、ないないな、うん、ポッテリ・マパ・ウォーカー・ポルクフ・ニキシン・トポロフ・ピーターズ・リンデ・これっぽいのはいないけどな。ピーターズ、サミュエル・ピーターズ、ネイサン・ピーターズ。なるほど。ネイサンかサミュエルのどっちかだな。この人はデンマークでいいと思うの。うん、デンマーク一人しかいない、うん、デンマークでラーズ・リンデは撲殺死んだのかな。でもちょっと死んだなん一応撲殺でサミュエル・ピーターズかなんたらピーターズとりあえずこうしてラーズ・リンズでこの人サミュエル・ピーターズということに。やったよ。これこの人物が、お、これは推理難易度3つついてるよ。難易度が高いほど身元の特定は困難。え、難易度の低い後回しにしろってよ、うん、なるほど。あ、これ一つ星だからサミュエル・ピーターズでちょっともう一人のさピーターズさんはさ、うん、役職なんだった？カンパイン同じ。あー両方言うカンパインか。でこのピーターズさんがロープでその死んだ事件を探せばいいのかな、うん、磯地さんこのシーンは死んでると思ってください。わかんないよそんなの。死んでないかもしれない。セリフにバツマークがついてるのは死んだ人。あーなるほど。セリフにバツマークついてたっけ。バツが死んでんのね。じゃあデイルこっから謎の無音状態でやってるからすごい、うん、本当怪しいのは埋めない方がいい。じゃあピーターズやめた方が良かった。3、4合ってたのかな。いや合ってないのかな。合ってないんでこの7名の安否が分かんないと。この酔ってる人はじゃあほっといて、ちょっともう一回中に戻って仮で、そうか仮で埋めてたのを忘れちゃうってことか。なるほどね。仮埋めなりそうだよね。ピーターズだけでやりたいな。うん、オッケーオッケー。これは、不明。うん。誰かもう一人ぐらい分かりやすい人が出てきてくれれば、うん、埋めれるんだけどな。ピーターってあの幹部、広報生幹部で名前がロープがって言ってたよね。そうロープがっていうのとなんだこれは。血だまりじゃないか。血だまりスケッチ。血だまり。ほのぼの系の日常だね。よ、行くよ。ここ一番船の外側。細いね、うん、細い道よ。外角側を。ここからこちらに。お。時計を今出そうとしたぞ、今。俺。じゃあ、バタン。
話せた？ネクストコナン。あれ？外からじゃなくて中から見りゃいいよね普通にね。ガチャ。血だまりの先を確認しようよって言われてるよ。血だまりの先。あ、ちょっと待った。あそこになんか、うん。そこになんか。牛だね。牛が生きていた頃の弔いの準備を。もうもう。やっぱ牛頭を殴れ。一撃で決めろ。スコッツを勝ち割れ。俺が喉をかっ切る。もうここ。ああ。オッケー。早くしないと暴れ出すぞ。えい。こしゃ。もう。牛って受け系って言う？うん、おえおえ大丈夫かい？おえチャールズは牧場育ちだ。チャールズ靴を汚すなよ。チャールズチャールズ、はいはいはい、この中の一人がチャールズ、これがチャールズ、チャールズ、これチャールズ、チャールズがだけが分かったね。チャールズ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 、チャールズ特定したい。これちょっとリンクじゃなくて、このこれでよ、このよし、これがチャールズ、チャールズ、チャールズマイナー、チャールズ、他にチャールズはフランス野郎だよ、うん、フランス野郎一人しかいないね。うん、チャールズ、チャールズ他にいなければもう確定じゃない？チャールズ、チャールズ、チャールズ。あ、いる、もう一人いる。チャールズ・ハーシュティック。テイク。士官候補生。そんなにさ、偉そうな士官候補っていう感じじゃないよね。こういう感じで見ちゃう。チャールズ、待って。あ、一緒に。でも制服を着てたら、あ、でも制服じゃないのか。さっきっていうか背中された人いたじゃない？あの士官の、うん。あ、この3人士官候補生なのかな。ちょっといるかどうか見てこよう。これがお前は士官候補生かい？あ、士官候補生の方のチャールズかも。フランス野郎じゃないかも。なるほど。おっさんは関係ないかな。これ士官候補生だね多分。じゃあそっちの方かな。じゃあフランス野郎じゃない方のチャールズ、はい、チャールズ・ハーシュテック。士官候補は要するに新人君、チャールズは士官候補生っぽい。イソッチは牛の推奨隊を、おや誰か来たよ。牛は死因はチャールズに撲殺の動画。いや、切るとあれだったんじゃない、うん、よ、これは死に至る病。でもこれ頭の方だからまだそんなに死人とか出てきてないでしょ。そうだよね。食肉用に処されたと。食肉用なのかい。ああ、で牛の死体が記されてるのね。なるほど。ここじゃあそのうち鳥とかヤギとかも、じゃあなんか、うん、この人さ、そうしたらさ、コックさんなんじゃない？料理人だよね。うん、料理人トーマス。料理人は一人だけかな。この人かな。じゃあ家畜版。ああ、家畜版ありそうだな。難しいな。家畜版あるな。でもほら、殴ったりさ、かっきってる人がどっちかもしかしたら、うん、家畜版っていう可能性が。この子たちが士官候補生3人組だと思うんだよ。3人で、うん、3人のずっと、うん、居場所がなくて3人で。ほら、若造ども早く近いと、これでも経験しとけっていうことで、ガクガクしてるし、また、うん
が震えてるよ。ゴイン。そしてその時ここではあ、何これ。スルリン。これがなんかロープがうんたらんかったら。なんやろ。血だ。血だ。あ、血が上から垂れてきてる。血はどうなったの？血。血なんか上から垂れてきてるように見えるけど、この人は。どうだ？肺病ですね。もう一人と同じです。結核ではないが。この寒さだからか伝染病か。え、その心配は。インド人数比の待機所で感染したのでは。全員診察しましたが、他はみんな健康です。こいつは助かるか。あ、アヘンチンキを投与しましたがね。インド、この人は繊維だね。あれ、どっちがお医者さんだ。あ、こっちかな。でもこの人はもうじゃあ病死ってことだよね。この人病死だね。お医者さんはこんな風になん、お医者さん、え、お医者さん足投げ出さなくない。これはなんか船長の右腕っぽい。この人はお医者さんっぽいよね。これ医者かな。じゃあこの人が医者だとし、繊維変理、繊維でも繊維もう、あ、これは繊症、字が似てる。繊維繊維は一人だな。ヘンリー、え、これ繊維でも薬こっちにあるもんねな気がするけどな、うん、でこれがインド人うんぬん、繊維助手ってのもいる、不明。インド人なんとか繊維名簿、繊維助手だったらちょっと困るね。あった、なんか死んでる。死んでるね。うん、繊維助手がいますよ。みんな、うん、よし、もう一回あそこは謎の人物にしとくわ。外すわ。この人物の死因は病死。病死。だ。この人物は恐ろしい病で、で、さっきの、仮繊維は、そいつだ。これは不明。ブル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 。これが、ブル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 。怖い。あ、はいはいはい。この包まれた人。死ぬやつもね。インド人シリーズが始まった。あ、そうかそうか。この頃はあのインドはイギリスの植民地だったから。はい、ここ戻るね。いかさますんだよ、ロシア人が来た。うっせえな。サイド起きろ。サイド、なんか飲んでって。サイドさん、これサイドさんは病死だね。サイドさん苦しがってるってこと、うん、そのハーハーは。そうだね、うん、苦しがってた、ゲホゲホ言ってた。じゃあサイドも。これがサイド、インド。インドのサイドさん。サイド。インド、ズンギ、サーティ、サイド。ここにはいないかな。うん、あ、いた、ソロマンサイド。サロマンサイド。
サイド病気なんか。サイド病気なんか。で、これがうるせえなって言ってたロシア人たち。なるほど。ロシア人3人はポーカーをやっている。イカサマすんなって言ってたのはそれか。あ、番号がついてる。番号ついてるよ。この人さ、これ51番。51番。インド？じゃないの？ちょっと待って。サイドの番号見よう。サイドの番号54番。54番がサイドだったら、あ、サイドだ。ということはこれこの人51番だ。いいんじゃん。入れて前。51番。レンフレッド・ラージョブ。ラージョブ。ラジューブ。ラジューブ。ラジューブ。ということはこいつは？こいつの番号は？どこか見れない。あ、ご、うん。あーあー。100円入れて、もう一回100円入れて、お父さん。もう遠いはもう一回やったでしょ。あの、そのままで、これで今のそうだ、ちょっとガチャって開いたら、あ、もう一回もう一回もう一回、オッケーオッケー、もう一回、番号番号番号、X、 X って何じゃ、 X X10?10?54、51、53がある。53なのに、こいつ X。 え、なんだ X って。 ありがとうございます、草村さん。ペロ、これは恐ろしい。やばい、やめとき、やめときな。10とかそういうことじゃなくて、わかんないや、もういいよ、ほっとけ。 X だ、もしくは番号をあえて猫ちゃん隠してる、隠してるっていうのはあるよね。なるほど。連番で言うんだったら53、51、54、ん？52？わかんねえな。うん、かな、ちょっとわかんないからやめときなよ。わかんないな。わかるやつからやろうよ。うん、わかんないやつも推理して勝手に入れてっちゃうからな。さっきの血は？血のところね。観光地の双眼鏡かよ、100円。もう一回。2人。3人死んでいる？2人は病で死んでたもんね、うん、確実に。ソロマンサイドは、これはもう病死でいいでしょう。さっきもう包まれてたから。うん。うん。オッケー。お、なんか実績解除したよ。うん、2年前やったんですよ。2年前やったのに初実績を。どういうことよ。ああ。お、やった。うん、清書されたぞ。清書されてく。オッケーオッケーオッケー。3人。気持ちいいねこれ。失敗。失敗。で、血だまりがこの上からこう。おお。ん？なんだろうな、この血。かっちゃん。ほら、ここ。ほら、ここは病室か、さっき。そうだね、うん、誰もいない。この残留試練出っ放しって、これ決まったやつは消えてくれないから。そうだよね、うん、ちょっと見づらくなっちゃうもんな、うん、牛は見たし、牛見て、うわ、血は何なんだよ。なんか武器庫かな。何もない、何もないね。血だまりはともみ、血だまり、血だまり言うじゃないの。血だまりは血だまりに行きたい、血だまりに行きたい、やだやだやだ。
誰が血だまりで凄惨な死を遂げたんだ。でもこの量はさ、一人二人じゃないぜ。しかも上にもあるのよ。どういうこっちゃねん。つるん、この人なんだろう。つるん、この人は病死した。あ、ここはさっきのナイフ、見て、これも見たよね。見たよね。これあのピーターを助けたいって言ってたから、やっぱさっきのあの牛殺しの仲間のうちの一人だね、きっとね。血だまりスケッチ365、牛3つ上から垂れて、お、あいつずっといるぞ。あれ、あいつ、ああ、じゃあ降りちゃった。降りないでよ、まだまだやるんですよ、うん、操作するんですよ。これ、よし、トントン。このおっちゃん退屈じゃないのかな。大丈夫だよ、ソシャリやってっからとりあえずそこで馬娘座っといてくれ育成に時間かかるから。星3、星1だって。これターバン、うんこターバン、うんこターバン、うんこターバン。役職で見てみっか。いや、乗員乗客、わかんねえ。うん、うんこた、あれは料理人じゃなくて、うん、なんか女の人2人は何なんだろうな。失踪しちゃったっていう人。この2人ね、うん、乗客。手をでもなんか引っ張ってるよ。これ踊ってるんでしょ、多分。宴って書いてある、これ。ああ、なるほど、うん、そういうことか。この人も星2か、この人星2。すっげえページ数なんだ、そうなんだよ。これ、八つ咲きの人じゃないの、うん、だから。だから八つ、二つ咲きだって。八つ咲きだって八つ咲きだっつってんだろうがよ。ん、待てよ。そうしたら八つ咲きってのはもっとさ、こうああだろうよ。もっとぐしゃーってやつでしょうよ。そうかな。あれ二つ咲きです。あ、なんかなんかあるぞ。ハエが飛んでる。ハエだけでしっかり見張れ。うわぁ、うわぁ、うん、罪によるダメよ。戦中キャプテン急いで元を下ろせ。なんか女の中国人の女の子がいた。気づかれて終わりだ。そこまでだ。あぁ、じゃあ誰かが撃たれた。はあ、女の人が盾にされて撃たれてる。で、中国人なんだね。なんか中国人だった、うん、この人、はい。この撃たれたのは普通の船員さん。この人射殺だ ね、うん、この人射殺。この人、あれ、この人は射殺だと入れるとして、ここ誰だこれ。あ、士官候補生のうちの一人。さらに士官、なんかこの人は足を槍で刺さって、なんかすごいことになってんな。なんだ、はい、こいつは一体何なんだ。お、偉いやつだぞ。偉いメンバーのうちの一人だぞ。あそこにいる人はこれは、あ、何中国の人っぽい。あ、もう近く。あら、100円入れてもうこらえ性のない星狩り3名。お父さん100円入れて。お、結構早くの
段階で殺人が起こってるよ。ダメじゃんこの船。八つ咲き VS 二つ咲き。八つ咲きだっつーのあれは。いや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 、この人物は分からんが射殺。うん、銃で射殺で、居合わせてたのがこう撃ったの、あの、うん、女の子、この女の子は中国の人か。中国の女性が何人いるかだよね。あ、もう分かんない、名前が男子か女子かも分かんないんだけど、なんとかジョーって書いてある人もいたよ、うん、そのうん、ジョーは多分ね。あかねちゃんさん、ありがとうございます。あれ、やめときな、やめときな、本当に感想しないかもしれないから。リー、名前が分かんないん。リー、ジェ、男性なのか女性なのかもちょっと分かんないな。リー・ハン、ジャン・ホン、ホン・リー、ジャン・ジエ、ジエ、ウェイ、リー・ウェイ、分かんないね。ジエ、分かんないな。アジア圏だから名前でわかるかと思ったけど、ね、もうちょっとリンリンとかね、そうね、そういう名前にしてくれたら、てんてん的なね、女の子かなって、うん、そう。お、あ、なんだこの人。あ、これもしかしてロープで、いや、これ完全にもうでも吊るされちゃってんけど、絵の人、絵だ、絵で、あ、吊るされてる人が、完全に見せしめですよ、こんなの。なんかひどい失敗をしてお仕置きをされてるんだよ。あんな仕置きの仕方する？ド S だよ。天狗じゃ、天狗の仕業じゃ。やめときな。やめときな。ありがとうございます。あ、なん、どこよこれ。あ、ここだ。シュルル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 ル。あなたはどうして釣られたの？パーティーじゃん。釣られパーティー。釣りパー。ラウ・ホクセンはヌーツォ・パスクワ氏の殺害を自白。あ、有罪。有罪なんだ。ラオなんて言ってた。もうラオ。リム様って言ってた。女の子のこと、女の子リムさん、うん、で、なんか裁判で銃殺刑、リーチ、ウォルフ、これを、これが、なんか待って、号令してるのは誰、どれどれ、号令してるっぽい、これがウォルフ、この人か、この人がウォルフ、ウォルフか、お前ウォルフか。あ、この時の絵だね。この人物はウォルフ、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 そこに14番、14番、あ、下の名前か、ウォルフだったので、これがなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、え、ホンリー、え、リー、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、もう一回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 、ちょっと待って待って待って、リーちゃん、リン様、女の子がリン様、これがリン様、うん、リン、リン様、リン様って言ったよね、リ、リン、いねえじゃん。リン。いねえじゃん。もう一回もう一回もう一回だっつうの。これがでもほら殺されたって人じゃないの？うん、そうだね。リム様、リム様、リム様。これがリム様でしょ。リム、それリム様でしょ。リム様、リム、リム？もう一回だっつってんだろう。終わんねんだよこれが、しばらく経たないと。お、いや、猿やる、やり、あ、これさ、家畜の人っぽくない？家畜係かな、うん、家畜係じゃない？ここ情報すげえな、おい、
もう一回もう一回。28人もいた。ラウホクセン。ラウホクセン。ラウ。ラウ。ラウ。あ、いた。26番。フォルモサ。中国じゃねえ。ラウホクセンは処刑。射殺。射殺。処刑ないのかな。処刑なんてある。爆死。処刑ってある。ないないね。射殺。射殺銃で。何者か何者かってさ、どれが当たったかわかんないよ。そしてそしたらウォルフが号令したからウォルフなのかな、わかんねえな。わかんない。処刑ってあるの？処刑はなかったんだっけ。焼死、殺害、殺害、処刑はないのか。でも斬首とかはあるのにね。斬首、うん、射殺はないんだ。射殺、射殺、そこ処刑、これしかないのか、うん、処刑の射殺、射殺はないんだ。射殺、撲殺、捕食、病死、爆死。あ、爆死ってさ、最初あれか。射殺銃、何者、とりあえずフォルモザは誰のが台湾、台湾なんだ。これもフォルモザ、フォルモザの人たちのフォルモザのリム、リム様、これか、はい、うん、リム様、ラウホクセン、二人を、二人を、これはでも五、これこの人も家畜っぽいな。ね、この人もなんか持ってるもんね。ああ、でも分からんな。誰の弾が当たってるか見るんじゃない？あ、うんこターバンだ。うんこターバンの銃じゃん。あ、弾が当たってる。うんこターバン？この人。この銃、この人でも結構3、うんこターバン誰でもが当たってるかも。うんこターバンペーナー。でもこうやって見るとなるほど。あ、弾がこやっぱこれはまっすぐ行って、うん、これ当たってない、これも当たってない、当たってない。うんこターバン、名前が君わかんないんだよね、まだ。うんこターバンの名前がわからん。教えてくれ、うん、君の名は。うんこターバン。この人なんか絵描いてる。あ、絵描いてたんだ。これこの状況、それ残ってるんだね。なんかさ、殺した人の名前なんだっけ？誰かの殺害容疑だったじゃん。ああ。あ、そうだ、その人の袋か、うん、袋がさ、名前、うん、そうだね、入れられそうだよね。名前なんだっけ、誰だっけ、誰を殺したようです。一刻も早くうんこターバンの名前を特定しよう。耳に残りすぎる。永遠にずっとそうだよね。で、うんこターバンは結構星一つだったから、うん、すぐ行ける、うん、この人ラウホクセンに本当に殺されたかどうかだよね。それがわかんないけど、容疑だからね、誰かにもしかしたら罪を着せられてる可能性はあるけど。誰だ、誰かいるのか。うう、人が倒れてる、誰か怪我を。あれ、シニョールニコールズ、シニョールズさん、こんなところで何を。いやいや、いや、なんでもない、片付け物ですよ。ニコルズが殺したんじゃない。足場が悪いので私に捕まって。あ、ニコルズが殺したんじゃん、うん、この人で。誰の殺害容疑だってさっき。これニコルズさんだな、やってんの。そう、やってんのはニコルズなんだけど、うん、誰の殺害容疑でさっき、こいつの名前ニコルズにしてないね。
これニコルズ、エドワード・ニコルズで、ラウホクセンのこれを見ラヌーツヨ・パスクア、ヌーツオ・パスクアさんだよその人は、うん、ヌーツオ・パスクアさんね、ヌーツオ・ヌーツオ・パスクアさんはなんか楽器を弾いてるよ、うん、あいたいた、20番ヌーツオ・パスクア、イタリア、無実だ、うん、でなんであの単調はこれ誰、あなんか頭ぶん殴られてる、なんだこれ、なんだこれ、これ貝じゃん、そのほら、あ貝を奪ってやるみたいなこと言ってたやつじゃん、これ貝を奪おうとこいつで、ちょっと待って、その殺されてる人は、殺されてないよこの人、まだ僕殺して射殺されてんだもん、そっか、うん、ヌーツオ・パスこの人は、この人はもう刺されてるように見えんだけど、刺されてる、刺されてますよ、マスクは殺害ナイフぐらいで、これはナイフぐらいって言うなよ、ニコルズさん、うん、ナイフなのかな、うん、罰だもんね、人が倒れてるって台湾の人だよね、うん、ニコルズ何やってんですか、足場が悪いんで私に捕まってって、ってざっくりだよね、ざっくり、うん、でラウホクセンは、うん、うんこターバン射殺された、うん、これわかんねえな、うん、ニコルズ違うニコルズにしなかったって、エドワード・ニコルズ、えちょっと待ってね、ニコルズさん、あ、なんか、え、このニコルズさん、ウォルフも同じ人の名前がいないか確認してない、あ、ジェームズ・ウォルフがいる、うん、ウォレスか、これは大丈夫だ、ウォレス、ウォレス、エドワード・ニコルズ、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 バスターの人は大丈夫そう、ニコルズ、ニコラス、違う、ニコルズ、シニョール、ニコルズ、大丈夫だよね、大丈夫か、いない、オッケー、ナイフなのかな、うん、ちょっとよく見させてもらっていいですか、あ、もうちょっと逆側か、見えないっす、ちょっと見えないっす、見えないっすね、これ、あ、うん、モータルコンバットみたいにさ心臓抜いてる可能性がありますから、でもこれナイフっぽい何かですね、じゃあナイフっぽい何かということで、うん、やってんな、そしてこの人頭ぶん殴られてさ射殺されてかわいそうね、でこれ逃げた通行、他にまだ何かあるのか、あれのこの辺に、あ、出口から出るだけだった、他誰だろう、確定したんじゃない、でもこれで確定したかな、であとはうんこターバンよ、あいつの正体が分かんないんだよな、うんこターバンが動いたら一気になんか分かりそうな気がするな、この人誰、この人はあの、あ、うん、名前が出てない、フランス人が八つ裂きされたっていうのは、うん、多分豚の殺した男の子のことだよね、あ、かな、豚でゲーって言っちゃった男の子がフランス野郎だと思うんだ、牛じゃなかった、牛か、
あ、なるほど、ここでこう止まってるから。ちょっと一番あの台湾の人たち、フォルセテの人たちはちょっと特定できそうな気がするけど、うん、ね、あと2人だっけ、あと2人、リム様おやめくださいって言ってたから。でもなんか役職一緒だったんだよね。え、ちょ、あ、みんな台湾の人たちのね、うん、そうそう、王様とか書いてあれば。ちょっと3階よりもこの2階を、すごい、俺プレイが2回目とは思えないぐらいな新鮮さでプレイをしてる。さっきだって実績解消してたからね。そこは解除しといてくれよ、すごいな。俺の8時間をもうすでに超えたってことだよ、この適当に埋めすぎたんだよ。さっきの血は何だったんだろうな、結局これ、うん、官学校生、士官候補生で置いていかないで、ピーターのおふくろさんに伝えて、僕はピーターを助けようとしたんだ、ブレーダー自分で伝えるんだ、うん、で居合わせたのがホスカ、あー、いるんだよな、いるんだけど、ブレナンなのかな、この人もしかして。ブレナン、あ、待って待って、この不思議、うん、こたー、これって頭を殴ったのもうんこターバンで、うん、やっぱりストッパーがいると違いますね、安否が不明、ストッパーがいるってどういうことだ、わしのことか。俺みたいにこうと決めたらもうそうと決めつける方がいいと思うんだけど。この人は足でしょ、ブレナンが知りたい、ブレナン、ちょそもそもブレナンで、ピーターを助けようとしたんだって言ってる人を見てるのはさすがにお医者さんじゃないの、いや、お医者さんじゃないんじゃないかな、あれ、あの今のところあの人は二等航海士、最後船長に射殺されちゃった人、あー、帽子かぶってたっけ、うん、ちょ、もう一回見ようか、うん、ナイフの位置、ここに一緒にいたのが、あ、本当だ、ウィリアム・ホスカットで、もう一人がそっちの、うん、これブレナンじゃないの、あ、なんかいるぞ、まさかお前がブレナン、これがブレナン、それかあの見切れてた人か、どっちかがブレナン、これでブレナに入れてジャンジャンって言って進むと、入れてみる、ブレナ、ヘンリー・ブレナ、あ、行った、行ったか、やったやった、ブレナンだ、いや、うんこターバンはブレナンでした、これで、うん、ドン、はあ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 、大砲で撃ち殺されてたね、合ってるんだ、あれは、おお、うん、やばいな、これこれ誰だ、これわかんねえ、これも3つでしょ、ブレナンということは、あの
射殺された人はブレナンに、この人はブレナンだよね。そしたらそうだ、ブレナン、ブレナン、で、あとブレナン関係してそうなのは、あの僕ってな殴ってるやつじゃん。え、そこまでな、ん、僕って殴ってるやつ僕って殴ってるのは、あれは殺してないよ。まあ殺してないけど、でもほら殴ってたじゃん。殴った、その人はなんで死んだってやつでしょ。撲殺、これは違うな。その位置がまだ何も、うんこブレナンターバン、なるほど、おミドルネームみたいな、うん、俺も乗せろ、てめえダメだ、ダンマーク野郎、兄貴をやった、うん、あ、兄貴をやったって、多分もっと頭の方なんだろうな。ああ、なるほど、うん、現時点で全部埋めてある人は間違ってるっていう。ああ、なるほどね、うん、何者かに、だから全部埋めてないんだよね。まだ埋めてないか、大丈夫か。 OK、 八つ咲きだよ、絶対。いや、二咲きだ八つ咲きだっつーの。二咲き、この最初のさ、冒頭を見たいよね。うん、ああ、遺体の残留思念たちがゲシゲシ、冒頭に行くきっかけ、ないな。よいしょ、トイレ、トイレ、トイレだ、うん、トイレっぽいな。あ、でもここは誰、この人はあの腕切られた、あ、そうか、腕切れた人か。あれ、これちょっと待って、これってあかん、ウォルフじゃないか。腕が切れた理由、め怪物だと思うけれども、この陽気な子リムさん、あちゃ、やばいな、これ考える系って、これ止まらなくなるね。ね、どこで今日止めようか。あ、まあでも、あ、これこれほら、ウンコターバンでしょ、ブレナンに撲殺されてんね、ということは、うん、じゃあこの人物は撲殺、死んでんだから、撲殺があった、ここだ、ブレナン、ブレナン大活躍だ、これで。ブレナ、うん、これが誰だかが分かんないんだな、うん、で、こいつだよね。もうこの血だまりの、血だまり、血だまりの血なのかな、がなんもねえんだ、時計、うんともすんとも言わねえの。ないなあ、何にも。そう、半端にやめてもどこさね、
かちょっと霧のいいところまでは行きたいんだよな。でもこれ以上でも見つからないね。何も、なんだろう、なんかあると思うんだけど、1階、そう、3階なのか2階なのか、ここ結構でもいろいろあるから、2階なのかな。お、なんだその丸、この丸はなんだ。お、なんか点々と血の跡かな。お、あ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 、これ見たっけ、それはどれどれ。見てないのか。ガチャ、怪物は戦備倉庫に向かってる。戦争を守れ。誰か怪物を撃ち殺せ。イカのこと？あれ？違う。なんかクモ。クモみたいのがいる。え？え？死んでる？え？これは？クモ？クモが。なんかこれはちょっと待って、これクモにやられたのか、そのバンって打った流れ玉が当たっちゃったのか。全然わかんないよ。どう向こう側で。誰がいるの？ちょ、見に行ってくる。行けんのかな？行ってみ。行けない。あ、なんだ。あそこになんか誰か。なんか刺さってる。それ完全にじゃあ化け物系じゃないですか。化け物だね。クモの怪物。うん、イカだけじゃねえの。なんだよ、ここ。今の人は、怪物に、鬼殺？なんか刺さ、うん。海の強者たち。曲が聞こえないんだわな。この槍か。左舷側通路。この人はなんか怪物に殺されたのか銃で撃たれたのかが分かん、流れ弾なのか分かんねえんだよな。ブルブルしてるから続き見に行けるけど、これもうなんか血が出ちゃってるからね、うん、だからブシュって、ブシュって飛んでんだよ。でこの向こうか、これなんだろうな、このでもなんか足が来てる感じではないよね。この銃の弾が飛んで来てる？こう流れ弾かな。あの奥のあの人の。じゃあこれもう一回、ここにボイン。お、あ、この人ね。はいはいはい。うん、この人が。あ、この人の死から追ってけばわかんじゃねえかと、あの人のどの段階で刺されたのか、うん、なんか血が垂れてるからここまで逃げてきたような気がするよね。うわわわわわわ、ここ多いな、嫌なとこやな。これは、はい、見ます。完全に、うん、そう、弾道は見えないんだよ。大丈夫だ。おブシュッ、じっとして。今俺そう、これその銃貸せ。何が起こってんだこれ。待たされてる。これはなんです。あチャールズ、怪物か。水をかけてる剣です。あ、チャールズはこれで死んで、
この怪物が来てやこれが八つ咲き状態ってこと？あのフランスやろ。そうでしょう。違うでしょう。避けてないけど。避けてないよ。君なんなの？これな何を持ってんだこれ手に。銃を稼いでって言ってこれ銃？なんだろうね。言うかな。ゲーム局いいんだよこれ。残念だな。行かせてくれよ。行かせてよ。これは、トゲ？ああ、確かに。で、トゲ。この人が料理人なのか。家畜版なのか。そうそう、どっちかだよね。このシチューシュっていうのは厨房の厨。船長に対するこの人を家畜版に仮打ちしちゃう。仮打ちしてみますか。仮打ちしちゃって大丈夫かな。メモっといた方がいいんじゃない。そしたら仮打ちしました。仮打ち、はい。じゃあ口で仮打ちです。この人仮打ちです。仮に家畜版としておきます。仮打ちです。決めつけはいけませんぞって言われてるぞ。じゃあ抜く、じゃあ抜く。やっぱ大丈夫。あの人は違う。あ、用語集がある。なるほど。ちょっと不明。また時計がブルブルしてるから時計読んで。これブルブルしてる。なんかすげえな、この戦争でめちゃめちゃ人死んでんだけど。どこ行くんや。足元を回って、あーこれがその血だまりの。あ、なるほどね。これ怪物の血だまり。あー、なるほどね。怪物か。ああ、カニじゃん。カニ、カモなの。カニだな。食べ放題。どれどれ。うわうわあ、なんでカニ燃えてる。燃やされちゃった。なんかカニが燃えてるけど、もうあいつ無理だから燃やしちゃうよって。誰か瓶投げてるよ。だって開いたーってなってるし。瓶投げてるよ。瓶投げてる。あ、こいつ、この人はトゲで。トゲだね。この人もトゲだね。爪じゃなくてトゲなのかな。難しいね、そこ。カニにグレネードを投げた。誰が。これは少子ですな。あ、これ僕はって。ああ終わる。あれ、うち抜いといて、抜いといて。これは少子？少子かな。少子し、だって燃えてるもんね。燃えてる。燃えてるけど刺されてるんだよ。でもこれ刺してるのはカニの方でしょ。カニ、うん。カニ。トゲでいい説も。お、まだここに、まだ死んでる。
カニ食べるときトゲって言わないで爪って言わない？カニかどうかが分かんないからあれなんだけどさ。俺ね、カニ食べんの嫌いなんだよね。私も。あ、気が合うね。カニ食べに行こうぜ。ね。やだよ。めんどくさいって言ってるだろう。めんどくせんだよ。なんであんな痛い思いをしなきゃいけないのかがね。なんでさ、パフィーの歌でさ、うん、流行ったのかね。カニ食べ行こう。そう。そんなに行きたいもんじゃないよね。ギャー、カチンカチン、ダメだ、歯が叩いて、カチンカチン、カンカン、ギャー、キャー、キャー、早く燃やせ、燃やせ、燃やせ、カニなのか、ボキ、なにこれ、なにこれ、え、人？カニが乗ってる？カニの上に乗ってる？カニに乗ってる人。これは死んじゃってるのかな、刺されて。なんか、あ、でもなんかこれはカニに、この人は首を絞められてる、首絞められてる、絞殺ってこと。この二人はもう死んでるでしょう。で、火を投げたのは、あれ？自分で火を投げてる。結局あれだったのかな、巻き込まれたのかな。自分で投げた火で、これ2人はこれは怪物に殺された。まあボインって、これが音楽か。これ自分の火だな、そんなことある？分からんな。また私音が聞こえないから何とも言えんよ、うん、何とも言えんのよ。ああ、ちょっとこれ違うのでやってみようか。次回はこの人物分かんないけど、この人はと爪、爪、うん、爪だよね、あれ爪なの。これも爪なんじゃない、トゲじゃなくて爪でしょ。で、燃やせー言って、お、燃やせ言われてポイで投げたけど、これはこれはあのトゲの人じゃない、トゲにやられた人。これか、これもトゲ、はい、あ、上に、上に、上に誰かいると。ああ、上からジャンジャン攻めてきてる。え、これ誰、新たな、あ、カニ軍団に攻められたってことだね。なんで急にカニが来たんだよ。カニに乗ったなんか女の人みたいな。ああ、そういう生物的だな、うん、カニ、そういう魔物、魔物をなんか呼び起こしちゃった、うん、カニ人間、化け物だ。エンドゥーマーって言った。戦闘準備。何の騒ぎだ。さらにニコラスがやられた。ニコラス来るだろう。親方、戦いましょう。ダメだ。戦え。くらえ。くらえ。うわ。これ親方。ニコラスはもうやられてるはずだよね。やられたって言ってた。じゃあもうどっか、あ、やられてる、これか、こっちか、こっちだ、こっちだよ、どっちだ、よりニコラスっぽい方、これ槍だな、これ槍、槍だね、もう分かんないけど槍か爪、火力がニコラス、誰だ、ニコラス、ニコラス、この
あ、3人、この裏にもいる、もう1人。誰？これインドじゃない？あ、大砲で刺す、インドじゃないか。大砲で。違うな、うん、この3人のうち誰かがニコラス。カニ人間。長いと。なんだよ、わかんないよ。エンデモン、エン、何語だこのこれ、エンデモン、ディエモン、何の騒ぎだ、フランス語とかかね、クラエ、クラエって言ったけど、これはトゲで殺された、トゲ、トゲだよね、爪じゃトゲ、ニコラスかな、なんかちょっと武器っぽいけどね。武器はどこの、だってさ、なんかその章のさ、挿絵が剣とそれっぽいんだもん。剣、あ、そういうことだ。剣、これは槍っぽいんだよな。え、デンマーク人がいる、デンマーク人がいますか。エンデモン、これデンマーク語、エンディエモン、ラースリンデ、デンマーク人、デンマーク人だ。これリンデの言葉か。じゃあ、はい、森、森、森っぽいんだよね、確かに ね、うん、森っぽい。どこまでやる？これやめどころわかんないゲームだな、うん、これじゃあこれで最後にして、この人を見て、うん、止めるか、うん、この後ね、ラジオの収録からね、引け、逃げろ、逃げろ、ハリウッドスコーンで抜かないとね。嘘だろ、嘘だろ、もう1匹いる、あそこだ、うわ、2匹いる。カニに乗った人たちがわー、両側から攻めてきた。え、これあれじゃない、もうやられたっていう、ニコ、ニコラス、ニコラスじゃない、これがリンデがデーモンって言って、うわー、わー、槍持った人は槍に乗ってきてるね。これがニコラス？これがニコラスっぽくない？えい、ちょっと後で動画のコメントに仮打ちって書いとこう。あれ落ちた。このダゴン系統、これニコラス？これは槍だよね。爪、ん？トゲ？分からん。トゲ、いや、トゲじゃない、爪か。ニコラス、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 いない、あ、いた、42番、ニコラス、ね、ニコラス一人かな、ニコラス、じゃここまでで一人だよね、うん、いないね、うん、うん、槍って別項目にあった、何、槍かな、じゃあ、槍、怪物だ。あ、できた。3人できた。これで。やったやったやった。よし。誰だ。ニコラス、あった。ニコラスが。オッケー。ニコラスじゃん。おー、やるな。ラホウス、はいはい。ブレナン。あ、少子で合ってる。おー。進んだ。
まだ3分の1ぐらいか。結構ボリューミーだよね。これで切りは良くなった。切りはいいね、ちょうど。うん、そう、9人なんかがなっちゃった、グーって。うん、じゃあなんか食べて。あ、でもガタガタしてる、ガタガタしてる、ガタガタしてる。じゃあガタガタしてるとこだけ見よう。あ、なんか飛んでるよ、飛んでるよ。その人のこと。うん、はい。わわわわわ、音が鳴ってないのよ。わ、音が鳴ってないのよ。これ次回までに改善しないと。そうだね。私もう圧倒的不利。圧倒的不利。誰か喋る。俺が演技してるでしょ。だから。ダメだっつってんじゃん。わかるように。城は頼んだな。ホーツだ、怒って、だから菩薩の嵐が来るぞー。ボーン。え？嵐かい？雷ってこと？雷に撃たれた？え？そうだね、この人雷に撃たれて死。感電死？感電死じゃない。誰？誰？乾電子じゃない。乾電子ですか。ええ、これ異様な異様系の魔法とかそういうことじゃない。大丈夫、乾電子で。乾電子でもそれ異様系でも乾電子だから。そう、これどっちにしろ乾電子だから。かわいそう、こんな中途半端な高さにのに、なんでこの人だけ直撃しちゃったんだろう。なんかつけてたんじゃないの、金属。はぁ、誰だか知らんが感電死。ほら。お、お？ガカちゃった相手。はい。じゃあちょうどここでこれどうやってセーブするんだろう。あ、もうカニが来てる。カニ来てんね。はあ。なんで来たんだろうカニ。なんかやったな。あれかね。あれかね。貝が、貝が引き寄せちゃうとか、そういうことかね。なるほど。オートセーブ済み。これ信じていいやつ？信じていいんじゃない？わかんないけど、うん。はい。というわけでね、初めて、いや、違う、第1回目という名前なのもとに2回目をスタートしたオブラディンゴを、またね、近いうちに。そうだね、忘れないうちに。やらないと、ちょっとまた、いつが来るかすぐ教えて。音ほんとそれよ。音よ。ちょっと音改善しとくわ。はい、はい、あ、小舟に戻れば手動セーブだって。なるほど。じゃあ小舟に戻って手動で、うん、分かった。はい、じゃあみんなご視聴ありがとうございました。唐突に終わるよ、唐突に終わるよ。、うん、うちそういうスタイルなんで。またね、また次回。私、たてちでした。いそっちでした。バイバイ。